こんにちは、松見です。本日はキャメルの概要と使い方を解説します。この動画を見ることでキャメルの大枠を知ることができるでしょう。それでは本題に入ります。キャメルとはコミュニケイティブエージェンツフォーマインドエクスプロレーションオブラージスケールラングエッジモデルソサエティの略で、簡単に言うと AI 同士で対話をさせることで難しい課題を解いたり新しい示唆を得たりすることができるフレームワークです。この時人が設定すべきことは主に次の3つです。 1. アシスタント AI の役割。 2. ユーザー AI の役割。 3. 解かせたい問題。例えばアシスタント AI として凄腕ソフトウェアエンジニアというロールを与えて、ユーザー AI として駆け出しソフトウェアエンジニアというロールを与えるとします。そして解かせたい問題として、凄腕ソフトウェアエンジニアになるための学習ロードマップという問題を置きたいと思います。そうすることで駆け出しエンジニアが凄腕エンジニアに対して学習ロードマップを教えてもらうような状況を擬似的に作ることができます。ここから実際にキャメルの使い方を解説します。現在キャメルを実行する方法は主に3つあります。1つ目の方法はキャメルの開発者が公式で出しているウェブアプリです。こちらは無料で利用することができます。2つ目の方法は GitHub でクローンをしてローカルで実行する方法です。3つ目の方法はラングチェーンで直接コーディングをする方法です。2つ目と3つ目の方法は OpenAI の API キーが必要になります。今回は1つ目の気軽に始められる Web アプリによる方法を解説します。2つ目と3つ目の方法は次回以降の動画で解説しようと思います。それでは Web アプリでの実行方法を説明します。まず Google を開いていただいて、キャメルスペースエージェントと入力しましょう。そうするとこのようなリンクが出てきます。今回は下のキャメルのホームページを開きたいと思います。そして右上のエージェントアップをクリックします。そうするとこのようにウェブアプリが表示されます。今回は先ほど例に挙げた凄腕ソフトウェアエンジニアと駆け出しソフトウェアエンジニアを設定していきます。まずアシスタントロールの方にはスキルドソフトウェアエンジニアと入力しましょう。そしてユーザーロールにはノビスソフトウェアエンジニアと入力しましょう。最後にこちらのプレリミナルアイディア、すなわち解きたい問題の部分に関しては Learning Roadmap to become a Skilled Software Engineer というふうに入力しましょう。これで全ての設定は完了です。生成したいメッセージ数などの細かい設定をしたい場合はこちらを変更してください。それでは右側の Make Agents Chats をクリックしましょう。そうすると生成が始まります。メッセージの生成が完了したため出力結果を見ていきましょう。まずはじめに駆け出しエンジニアが学ぶべき Web 開発のフレームワークをリストしなさいという指示文が生成されています。その結果 React Angular View などのいわゆる JavaScript ベースのフレームワークが出力されました。次にバックエンドのプログラミング言語も生成するよう指示されています。それに対しては、Node.js、Django、Ruby on Rails などが生成されています。次にタイムラインを生成するように指示が出されました。最初の一月では HTML、CSS、JavaScript の基礎をやって、次の1ヶ月で Node.js や Express などのバックエンドの学習が推奨されています。それ以降は React、Django、Angular、Ruby on Rails、Vue という順番で提案されています。次に具体的にどのような教材を使えばいいですかという指示が出されています。これに対してはコードアカデミーやフリーコードキャンプなどがレコメンドされたり、それ以外にもユーデミーなどがレコメンドされています。次に具体的にどのようなマイルストーンを達成すればいいかということを凄腕エンジニアに対して聞いています。例えばシンプルなウェブサイトを作るだとか RESTful API を Node.js などで作成するというようなものがマイルストーンとして挙げられています。これで会話は以上になります。このようにキャメルを使うと2つの異なるロール同士が1つの問題についてお互いに対話をしながら解いていくような状況を擬似的に作ることができます。以上、本日はキャメルの概要と使い方を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。またチャット GPT の仕事の相談をしたい方やチャット GPT の仕事に携わりたいエンジニアの方は概要欄に貼ってあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。